はい。ではよろしくお願いします。松田です。今日も医療安全とメンタルヘルスという話なので、医療安全の基礎と、あとはメンタル、心理的なサポートがどう医療安全と関わっているのかっていうお話をさせていただきます。